はい、こんばんは、速稼塾の久保です。今回ですね、高級石焼き芋さんの動画発信の中に、読書のレビューをしていきたいんだっていうことがありました。あ、そうですね、書籍のレビューってすごくいいなと思います。今回高級石焼き芋さんはですね、本のコストパフォーマンスが良いこととか、本のメリット、こういうものをね伝えてくれました。私もね同じように感じるんですよ。例えばこの中国産地ね、過疎50年って本がありますけども、私はねこういう風なね、中四国を中心とした、特に中国地方なんですけども、ここの地方都市の過疎の現状に、向き合ってきて、十数年経つんですよね。訪問営業とかも行ってる時に目の当たりにしたのは地方の現状でございました。独居老人とかね、老夫婦という問題があったりとか、やっぱりそこには限界集落って問題もありますし、地域行事とかあると地域の町内会が維持できないっていういろんな問題が起きてましたね。もちろんね、買い物難民っていう言葉もあるぐらいで、買い物に行くところがないっていう、そんなこともあったわけなんですよ。で、いろいろと問題が起きているところを集約してですね、まとめてくださった。これをね、一人でやろうと思った莫大なコストがかかりますけども、ここにね、なんとね、2200円ポッチで、こういった過疎の問題にね、立ち向かう今の現状、そしてこれからどうしていけばいいのかってことが、この一冊の方にまとめられていること。これはね、すごくね、有益だと思いましたね。内容もとっても良かったです。ぜひね、これから、無関係な方はいません。読んでいただきたいと思います。やっぱり東京を中心にですね、巻き起こった地方消滅論というのがあるんですよ。地方は消滅して、東京、大阪、名古屋ぐらいしか残らないんじゃないかってことがあります。過疎はいつまで続くのかとかね、過疎地は今どういうふうな状況なのかを探るために、この取材をしてくださった方たちのね、まとめた手記になっております。これ中国新聞取材班がね、まとめてくださったものなんで、かなりね、内容が掘り込んであります。すごい本だと思います。その他ですね、もう割愛しますけども、内容はこういう本を読んでます。絶滅危惧種図鑑というのね、これからね、どんなものが絶滅していくのかということを、なんかね、業種で表してくれてるんですよ。これから絶滅する6原則っていうのも裏に書いてますしね、これからなくなっていく仕事はどんなものがあるかってことを教えてくれる非常に興味深い本です。本当にね、仕事により、人間の地域社会により消滅していくものは常にあるということですね。そしてですね、マインド系、人生に影響を与えてくれる57の言葉、そういうものもありますし、私が大好きなのは寅さんの日本を歩くというやつですね。高校の時に私はね、1000冊の本を図書館で借りて読んできたのをきっかけに、今までに3万冊ほどのね、本を読んできて、今47歳に至るわけなんですけども、やっぱり趣味の本ってのは外せないですよね。寅さんの日本を歩く、車虎次郎さんね、渥美清さんが亡くなってもうね、20数年経つわけですけども、書籍という形で我々にいろんなものを教えてくれます。こういうふうにね、書籍っていうのは時間とか場所を超えて人々の心に語りかけてくれるんですよね。最後に紹介するのが、私はね、実は漫画レビュアーとしても YouTube を発信してるんですよ。花稲穂というものなんですけども、ドクトルアスカさんと一緒にやっている漫画レビュアーの中でね、こういう風な昔あった金メダルマンっていうのはね、最近は買ってみました。すごく綺麗です。これ40年ぐらい前の漫画なんですけども、当時の本そのまんまです。これが手に入ったのはすごく幸運でしたけども、当時のね、やっぱり世界情勢を表してるかなと思います。オリンピックブームが起きていた時です。今と同じ。それでオリンピックを題材にして、金メダルを取った金メダルマンっていう人がいろんな業界にチャレンジしていくってものをね、コロコロコミックの中で紹介してくれる漫画として、面白おかしくギャグ漫画ね、教えてくれてます。懐かしいんですね、すごくね。で、この漫画っていうのはやっぱりその時代に一番流行ったもの、もしくは流行らせようとしているものの意思がね、すごく盛り込まれております。いやー、これ面白いです。なかなかね、今のセンスで見ても面白いです。というふうに、書籍ってのは限りなくレビューのね、幅、コンテンツの幅を広げてくれます。そして知性もね、高まると思いますし、逆にね、本を読みすぎると、読書って言って毒物の毒ですよね、ポイズンの方読書って言って、本の種類によってはどん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 愚かになっていくっていう言い方もあるそうなんですよね。はい、今回高級石焼き芋さんがね、どんなレビューをしてくれてるのかってことを動画説明欄からご覧いただいて、私がそれに対してどんな返信をしてるか、こういう返信ですよね、ご確認いただければ幸いでございます。それでは失礼します。